ち側で、こっち側から切っちゃっていいですよ、切っちゃってもらって、で、首とかはあれかね、あんま使わないかな、ここの、まあ、ガラに回しちゃってもね、いいですけど、出せるかどうかってことだよね。悪くはないんだろうけど。背中か。うん。背中。背中か足脇。この関節のところに、うん、関節がね、ちょっと電話出ていいですか。はい、すみません、すみません。足の付け根こうだ。これ YouTube とかで結構載ってるんで、うんうん、直線的になんか骨があるんで、ちょっと入れてもらえるのがもうこんな感じで、うんうん、今もう骨を外してあるんですよ、はい、骨、ここはずっと骨なんで、はい、包丁入れてもらえれば、あ、なるほどね、ここら辺ちょっと腱があるから、うんうんうん、剣があるよね。剣をどう処理するか、ね、そこなんですよね。やっぱやってると、ここはもう引いてもらって、はい、でこんな感じで、逆も、はい、こうやってやると関節出てくるんで、うん、でここが、うん、骨の、10本やれば多分すぐ覚えられると思うんですよ。すみません。ここちょっと皮開いてもらってもうちょっと難しいですよ。レバーの元はこの辺ですか。そうするとまた関節出てくるんで。はいはいはい、うん、半分ぐらいってことですね。そうですね、こっちに入れてもらうと今度この肩甲骨みたいな感じで、はいはい、なるほど、骨の形が、うんうんうん、これ腱切ってもらって、うんうんうん、でこことここに出てくるんで、はい、で包丁入れてここにこんな感じですよね。はいはい、ここもだいたい皮がちょっとなんていうんですか、肩のこのところに、うんうん、ね、関節が入れてもらうとこうやって出てくるんで、うん、また要するに肩外す感じ。そうですね、そう、ここが何しろ難しいんですよね。ここにまた剣があるから切ってもらって、こっちに骨がある、はい、そうすると、なるほど、はいはい。こっちにも骨が3つあるんですね、1、2、3で。骨に沿ってやってもらうと、はい、
今度ささみが出てくる。ささみね。ささみね。で、できればもう手でやれるとか、手でやっちゃった方が、ね、包丁が入るとあれだから。剣さえ切って、そうですね。皮と剣さえ切っていけば、うん、あとは外して、はい。身を、一応身を外していけば、そうですね。こうやって、ツルツル出てくるんで。おぉ、出た出た、ささみが。はい。こんな感じで。で、胸が。手羽先と手羽元ですか、はい、ささみだ。ささみがこれも骨抜きありこうやって入れてもらって、この筋を、うん、なるほど。1は1分で全部やっちゃうっていうから。で、もうこっちはもうガラかな、うん、ガラだけなんで、うん、そっちはもうスープなんで。そうですね、ガラ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 。しっかり混んで、これも小肉にしちゃいます。そうですね、筋肉がすごいわ。真ん中にまた関節があるので、ここに腱があるんで、またちょっと、ここに一個すごい細い爪楊枝みたいな骨があるんですよ。これ、あ、ここに、はいはいはい、これがこっちについちゃう場合があって、そうすると食べると刺さるんで、ここだけ気をつけてほしいんです。このあとちょっと触ってもらえれば分かるんですけど、ここに爪楊枝みたいな骨が今こっちについてくれるんですけど、こうやって剥がすとこっち中に入った時あるんで、はい、結構爪楊枝みたいな、本当に触るとわかるんですけど、見た目わかんないんで、一応こんな感じで、お、ももしょう、そうですね、ももしょう、関節も頑固なんだ。これやっぱ剣があるんで、はい、そうするとつるっといける、うん、はい、胸肉とかをどうするかだよね、ささみとか。そう、だからみんなそっちはひき肉ですよね、もうだからつくねとかに使っちゃって、うん、で胸肉今あの低温調理でみんなやったりしますけど、そうなんですよ、ね、あ、あった。ちょっと触ってみます。あ、分かります、ね、はい、あ、分かります、ね、はい、なるほど。これが、うんうん、この、あ、こっちね、はい、うん、これですね、はい、こっちに入っちゃうとちょっと危険なんで、食べてて本当に、うん、
形で胸は手羽元になる、はい、手羽元と手羽先ですね。その辺はね、スープにしかない。そうですね。これ1はいくらぐらいですか ?1 はというか、キロ。ああ、まだ見てない。あ、本当ですか。結構なんですけど。もしね、練習するんだったらうちにブロイラー安いのあるから、それでね、やったもおかずにするかなんかして、これでも関節もすごい入りづらいですね。結構きつい運動してるから、はい、外側にしてるから、一応こんな感じですね、はい、ありました。